こんにちは、JP です。今回はソフビですね。仮面ライダーガイムのソフビをご紹介したいと思います。これまでに発売されたソフビを並べてみました。結構な数出てるんですね。昨年の年末に発売されたのがこちらの2つ、ライダーヒーローシリーズ07、仮面ライダー残月シンメロンエナジーアームズと、ライダーヒーローシリーズ EX、仮面ライダー武人ガイムブラッドオレンジ。どちらも発売日は2013年の12月28日、メーカー希望小売価格が840円税込みとなってます。今回はこの2つのソフビをレビューしたいと思います。エナジー系が出ちゃったってことはグラーボ、黒影、グリドンはスルーですかね。ちょっと残念ですね。まずは EX の武人ガイムから。武人ガイムブラッドオレンジアームズはナンバリングではなくて EX となってます。劇場版のオリジナルキャラクターですので、まあそういう扱いなんですね。このようにタグはいつもの通り実際のロックシードのブラッドオレンジと同じ形になってます。可動範囲はいつもの通り両腕と腰が動きます。この武人ガイムのデザインは基本的には仮面ライダーガイムのオレンジアームズと全く一緒です。塗装、カラーリングと、模様の違いだけですね。違うところは上半身全面のみ、ブラッドオレンジロックシードに描かれているようなこの黒い模様ですね。これが目とか胸にデザインされてます。色はどちらかというとイチゴに近い感じですね。腰のベルトはブラッドオレンジロックシードがはまっているようなロックシードが赤に塗られてます。背面の省略具合もいつもと同じですね。次、07の仮面ライダー残月シンメロンエナジーアームズ。メロンエナジー、まだテレビには登場してないんですけど、早々にソフビ化されましたね。タグはこのようにメロンエナジーロックシードの形になってました。かっこいいですね。とにかく残月はかっこいい。個人的にはもうどのアームズもめちゃめちゃ好みです。特にこの顔いいですね。顔、前回のメロンアームズと比べるとかなり横に広がった感じ、まあ、この黒いマスクが特にそうですかね。この SM みたいな怪しい感じのマスクがめちゃめちゃかっこいいです。僕好きですね。で、今回エナジー系ということで、まあ、ジュースモチーフなので肩とか目とか胸にはこの夕張メロンみたいなカラーリングになってますね。よくできてる。腰はちゃんとこのエナジーロックシードが展開した時と同じようにこんな感じで雰囲気出てますよね。ちゃんとエネシスドライバーを装着してます。まあ当たり前ですけど、ちょっと残念なのがここオレンジの部分って炭酸になってて気泡がいっぱい入ってるデザインなんですね。本当はまあソフビではそこは難しいのかもしれないですね。下半身も脇から下半身にかけて黒いラインが今回追加されてますね。でもデザインはほぼ一緒です。エナジー系はジュースがモチーフになっているんで、まあ至る所にストローの造形があるのもしっかり再現されてますね。まあ、裏面は、まあ、こんな感じでかなりスッキリしてます。まあ、でも真っ白は意外とかっきれですけどね。メロンエナジーアームズってこの辺肩がかなり出っ張ってるんで可動範囲がちょっと制限されてますね。こっからここまでしか動かないです。反対側は360度いけますね。まあ、腰はいつもの通りです。いやーかっこいいな。早くアームズチェンジシリーズも出してほしいですね。はい、ということで2体の新作のソフビをご紹介しました。ソフビシリーズってアームズチェンジとかと比べてギミックも少ないですし、アームズチェンジできなかったりとか、まあ、稼働範囲が少ないとかあるんですけど、やはり、まず値段ですね。1000円以下で購入できるフィギュアで、ある程度のサイズ感もあって、であと壊れる心配がない。アームズチェンジってかなりボロリするんで、小さいお子さんが遊ぶとかなりボロボロ落ちるんですよ。これでお子さんが遊んでもビクともしないですからね。小さいお子さんには特に、いいおもちゃだと思ってます。今後もどんどんラインナップ増やしてほしいですね。以上、ライダーヒーローシリーズの07と EX のご紹介でした。